サージェントスローター、サージェントスローター、SGT、スローター、本名、ロバート・レムス、1948年8月27日隊は、アメリカ合衆国のプロレスラー、ミシガン州デトロイト出身、コネチカット州出身ともされる。鬼軍曹と呼ばれる軍人ギミックで1970年代から1990年代、後期まで活躍した。 元 WWF 世界ヘビー級王者、WWE 電動車。愛称は、サージ。大学を卒業後、1年間バージニア州の海兵隊に所属。除隊後の1972年、バーン、ガニアのコーチを受け、ボブリーマスの名でアワにてデビュー。その後、ビューティフルボビーリーマス、ビューティフルボビーレムス、ボビースローター。 ボビー・スローターなどのリングネームで各地を転戦し、大型のヒールとして活動する。1975年1月、ボビー・スローター名義で国際プロレスに初来日。グレートクサツやマイティー・上と金網デスマッチで対戦した。同年7月には、ボブリーマス。日本での表記は、ボブレムスとして全日本プロレスに登場。1976年3月29日には、 中南部の NWA トライステート地区にて、バックロブレート組、ジェリー・ブラウンバディ・ロバーツのハリウッドブロンズから、US タック王座を奪取、初退官を果たす。翌1977年1月12日には、中西部の NWA セントラルステーツ地区にて、マイク・ジョージを破り、セントラルステーツヘビー級王座を獲得した。1978年、アワに戻り、 前年までアワに参戦していたスーパーデストロイヤーの後任として、覆面レスラーのスーパーデストロイヤーマーク2、ザ・スーパーディストロイヤーマーク2に変身。初期はロード・アルフレッド・ヘイズ、後にボビー・ヒーナンをマネージャーに、アワ世界ヘビー級王者ニック・ボック・ウィンクルのボディーガード役を務め、これが最初のブレイクとなったパートナーのマーク3はネイル具合。 1979年10月25日には、カナダのマニトバ州ウィニッペグにいて、ビル・ロビンソンからアワ認定の大英帝国ヘビー王座をダッシュ。1980年6月22日には、ミネソタ州ミネアポリスで、ジャイアントババの PWF ヘビー級王座にも挑戦している。同年9月、ビンス・マクマ・マホンシニアに招かれて、ニューヨークの WWF に移籍。 軍人としてのキャリアをもとに、以後10年以上にわたって、ベイプロレス界で一時代を築くことになる、奇軍曹サージェントスローター、SGT、スローター、サージェントスローターに変身する。グランウィザードをマネージャーに、WWF ヘビー級王者のボブバックランドを、はじめ、ブルーノ・サン・マルチの、ペドロ・モラレス、パット・パターソンなどの大物選手と対戦。 1981年3月16日のマディソンスクエアガーデンにおける定期戦ではアンドレザ・ジャイアントとのスーパーヘビー級対決も行われた。同年下期からはジム・クロケット・ジュニアの運営する NWA ・ミッド・アトランティック地区に参戦。ここでもリッキー・スティム・ボートや和風・マクダニエル、ブラック・ジャック・マリガンダトップスターと構想するなど変わらずの活躍を見せた。 鬼群像としてのキャラクター設定は徹底しており、プロモーション用のインタビューでは新兵を罵倒する、歌視感そのままに、口汚い言葉を構想相手のベビーフェイスとそのファンたちによくせていた。タズは、少年時代、スローターのマイクパフォーマンスを見て、スラングを学んだと10回している。また、ミッドアトランティック地区では、ドンカヌードルとジム・ネルソンに投兵ギミックの部下に仕立て、 コブラコープス、コブラコーナル正体を指揮。彼らをパートナーに、タック戦線にも進出したが、部下達が試合中にミスを起こすと殴りつけ、まだ試合が続いているにもかかわらず、罰則として、リング上で腕立て伏せを命じるなどした。1981年5月と1982年8月には、新日本プロレスに、登場、アントニオイノキとのシングルマッチも行われた、二戦して二度とも、 コール負け1981年の来日時は MSG シリーズの第4回大会に参加しスタン本戦やタイガー・ジェット新友も公式戦で対戦している。1982年の来日時にはチョキと抗争していた国際軍団のラッシャー・キムラやアニマル・浜口とも共闘した。1983年には主戦場を WWF に戻し オブバックランドの WWF ヘビー級王座に再挑戦。チキンウィング、バックランド対コブラクラッチ、スローターのサブミッション対決では大オブ。翌1984年に WWF が全米振興サーキットを開始すると2月18日のフィラデルフィアスペクトラム大会でのデビットシュルツとの仲間割れを機にベビーフェイスに転向。 反米ギミックのアイアンシークとの構想で観客の声援を集め、ハルク・ホーガンに次ぐエース選手となった。その後も、ニコライ・ボルコフやノース・サウス・コネクション、ディック・マードックアドリアン・アドニスなどと構想するが、当時 WWF が独占契約を結んでいた玩具メーカーの競合他社、ハズブロ社から自身のアクションフィギュアを発売しようとしたとが原因で、同年末に WWF を離脱した。 その後は、フルスのアワに戻り、マスクド・スーパースター、ミスター・斉藤、カマラ、ロード・ウォリアーズ、スタン・ハンセンらと構想を展開した。1986年には、彼をモデルにした G.I. ジョ e が、ハズブロ社より発売され、TV アニメにもチームメンバーを鍛え上げる、超人的共感として出演した。彼は、自身のキャラクターグッズの反見などのロイヤリティを、 ア代表のワンガン戦争が勃発した1990年、突如 WWF に復帰。フセインに魂を売った男として、再び大ヒールに転向する。セコンドには、かつての宿敵カーネルムスタファ、アイアンシーク、マッケアー時代の構想相手でもあったジェネラルアドナン、シークアドナン RKC を従えていた。 年が明けての1991年1月19日に行われたロイヤルランブルではアルティメットウォリアーを破り WWF 世界ヘビー級王座を獲得した。しかしこの WWF 版湾岸戦争は米国の一部メディア国民から大きなバッシングを受け実際の湾岸戦争が終結した直後の1991年3月24日規模を縮小して行われた。 レッスルマニアセブン、当初は屋外のスタジアム会場で行われる予定だったにて、ハルク・ホーガンに敗退、王座・陥落とと共にこのストーリーも終了した。その後は再度ベビーフェイスに転向し、ジム・ドゥ・グアンとの愛国者コンビで、約1年間活躍した後、セミリタイアして、裏方のロードエイジェトに転身。DX が結成された当初は、会社側の良心派として、彼らと交渉。 爆書きに軍人精神を叩き込むというアングルのもと、1997年12月7日の PPEV では、ハンター・ハースト・ヘルムスを相手に、コンバットスタイルのハードコアマッチであるブートキャンプマッチ、ブートキャンプマッチを行っている。2000年2月29日には、カート・アングルと対戦。敗れたものの、現役時代を彷彿とさせる、コブラクラッチ等を披露した。 2001年4月1日に開催されたレッスルマニア X7 のギミックバルロイヤルでは急敵アイアンシークと決勝を争っている。2004年 WWE 殿堂入り、その後もエージェントとして WWE をサポートする一方、年に何度かは試合にも出場し、2006年11月26日に行われたサバイバーシリーズ2006ではディックフレアー、 ダスティローデス、ロン・シモンズとタッグチームを結成。スピリット・スクワットとイルミネーションマッチで対戦し、勝利を収めた。2009年1月にエージェント職を解任されたが、アンバサダー、親善大使として会社には泊まっており、イベント等への出演を続けている。同年8月10日には RAW のホストを務めた。開催地がカナダであり、観客を たびたび挑発したため会場はブーイングの嵐となった。2010年11月15日にオールドスクールエディションと名打って放送されたスペシャル版の RAW では久々にリングに復帰し、アルベルト・デルリオとシングルマッチで対戦するも敗退した。2012年12月29日収録の RAW ではアントニオ・セザーロが保持していた US 王座に挑戦している。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。